どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はリコリスリコイル見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。あ、くるみ、あの地下鉄の事故、笑ってる。めちゃめちゃ出たんじゃないこれ。はあ。くるみ。くるみ笑ってたけど。もうくるみは全部知ってるのかな。千里と滝名はどうだろうね。あの真相、あの最後に生き残ったやつは、あれ前回のを見直したら、くるみがなんだろう、あの取引の場面をこう解像度良くしてアップにしてたけど、その時に映ってたやつで、あとあれだ、 3D に VR にしてこう潜り込んでか、こう見た時くるみがそこにいましたね。あの人物、だからあいつが、まあ、この事件のに大きく関わってるんだろうから、今後ね、千里と滝名とぶつかるっていうこともあるだろうし、いやー、またまた展開がね、楽しみですね。さあこれね、オープニング変わったりするかな、いずれ。はい、何ですか。ふふふ。おお、千里が？ふふふふ。うん。うん。ふーん。アメリカで。え？何？自分じゃ動けない。はあはあはあ。うん。ボディーガード。お、いいね。うん、旅のしおり。もう来たね。おい、この人。お、SP。わー。そうやって喋るんだ。あー、そっかそっかそっか、データで。うん。いやー、すごいじいちゃんが来たね。うん。え？え？
何それ、ちょっとどういうこと。ちょっと、いや、ちょっと説明して。うん、機械？予想もしてなかったんだけど、もう気になってしょうがないよ、それは。なんか早くない？めちゃめちゃ。あんな早いもんなの？電波塔？うん。本当だね。行ったことないわ、ここ。まあ、地下鉄。この人たちもやっぱ知らされてないんだね。あら、弾丸ありました。うわ、そうっぽいね。タコスケ。おお。何？奥にいた人たちは誰？あ、不法侵入してたの？あら。いや、観光だね、本当に。ドローン。え、今のドローン何？ドローン。さすがだね。これか。千里。DA の技術じゃない。あら。アラン機関。
ういうこと。死にかけたん？なんなんすか、なんなんすか、その心臓。鼓動がない。父。誰今度は。目つき悪い。いやー、急に。はい。いやー、このアイキャッチの絵がいつも違うのがいいね。サイレントジン。くるみがこう見てくれてんのいいね。うん。ほう。ふんふんふん。へえ。あ、水木さんも。うん。すげえな。あー、バトルだ。うわー、なにー、がー、やばい。え、全然効かない。ちょっとやばいね、これ。水木さん、うわー、やられたー。やばい。くそー。あ、こうやって飛ばすのね。いやー。うん。なんてこったー。水木さん。うん。うん。お、あ、こうやってつけてたんだ。やる。殺さないでくれ。おー、いるぞ、いる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 。うい。なんだ、ガードされたぞ。ああ。うわー、水木さんか。うん。
くるみ、なんか松下さん、あれどこ行くの？松下さん？なんか怪しくない？松下さん。いやー、あの防弾のコートが厄介。うわー、やられた。くえ。いた。逃げたのか。別に怪しいわけじゃなかったわ。あ、右上、右上、右上。うー。ああ、おい、大丈夫。うわー。大丈夫か、滝菜。危ない、危ない。水木さん、お疲れ。ああ、もう先に行っちゃうし。よし、ドローン到着。わあ、滝な。うわ、結構、結構。やべ。よーし、あっちだと。行ってくれー。くぅ。当たんねえぞ、あっちだとには。おぉ。おぉ、ゼロ距離。これは効いたで。よしよしよし。いやー、やったねー。さすが。うわ、松下さん。うん。殺すわけにはなぁ。うん。アラン・チルドレン。うお。どういうこと？どういうことやねん。あら。あれ？切れちゃったけど。あれ？松下さん？やばいんじゃない？これ。生命維持装置みたいなのが切れちゃったよ。おお。
じゃあ殺してないの？いやー、え？あれ、そういうこと？存在しない？ああ、もしかして、あ、やっぱバーカウンターの男ですか？あれ違うかな。こいつやりやがったー。大丈夫？思いっきり跳ねられたよ。あー、こいつ、え、やめて。うおー、うわー、さっきの子かわいそうだね。おお、このアングルいい。おーい。いいですな。機械のハート、心臓なんだ。一回死んだってこと？そしたらもう心臓が変わっちゃってるんでしょ、その機械に。その旧電波塔の時に、あれ、自分の命を犠牲になんかしたのかな。で、それで、まあどういう経緯かわかんないけど、救ってくれたのが、あの、なんだ、吉松慎二だっけか、同じのつけてる、あのバーカウンターの人で、今回のその松下さんの声とかやってたの、第三者がその吉松慎二なの。ちょい分からんけど、いや、てかリコリス一人、あれも殺されちゃったんだよね、最後ね。なに、かわいそうに。あー、うん、ということで終わりましたね。いやー、リコリスリコイル、ほんと面白いね。なかなか、うわー、一筋縄にはいかない。里が人間離れした身体能力が持ってる、まあ、あの弾を避ける洞察力っていうのも、その機械の心臓の影響があるんですかね。あと最後、ジンがミカ先生に対して足どうしたっていう風にチラッと言ってたから、この20年間の間にその足を怪我する何か大きな事件があったんでしょうね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバイ。